藤沢市の南西側に位置する辻堂海岸。年間を通してサーファーや夏には海水浴客の人々に親しまれています。しかし海岸に捨てられたたくさんのゴミ。そこでこの状況を改善するためにある一人のサーファーが立ち上がったのです。ビーチクリーンをしているのは堀直也さん。エコサーファーの代表をしています。エコサーファーはどういった活動をしているのですか？海のゴミ清掃だよね。これは定期的にやってるっていうのと、いろんな教育機関、例えば小学校、中学校、高校、大学、そういったところにその海の大切さとか教えに講師としての活動もしてます。またエコサーファーマガジンの出版や朝市の運営をしています。辻堂海岸では第1、第3日曜日の月2回サーファーの方を中心にビーチクリーンを行っています。そこで堀さんはもっとたくさんの人たちにビーチクリーンをしてもらおうと思い、ビーチマネーというシステムを考えました。ビーチマネーとはビーチクリーンをした際に拾えるビーチグラスを利用した湘南地域限定のエコマネーです。一人でも多くの人が海に行ってみんなで海をきれいにすることが目的です。ビーチマネーのルールとサービス内容は各お店が自由に決めています。私たちもビーチクリーンをして実際にビーチマネーを使ってみました。ビーチマネーの正しい使い方。まず海に遊びに行きます。ゴミが落ちていたら拾いましょう。ビーチグラスも一緒に探します。集めたゴミはゴミ箱に入れて、ビーチグラスはビーチマネーショップに持っていくことでいろいろなサービスを利用することができます。例えば火災コーヒーでは、それでは先ほど海岸で拾ってきたビーチマネーを使ってみたいと思います。私もアイスコーヒーです。ありがとうございます。一人でも多くの人が海に行ってみんなで海をきれいにすることが目的です。お店で使うことが主な目的ではありません。エコサーファーはビーチマネーショップや地域の皆さんと共に湘南の海を守り続けています。ビーチマネーに終わりはあるんですか？ビーチマネーの終わりはありますね。ビーチグラスが海からなくなったら終わりですね。終わりがあったらいいことだって。ビーチグラスがなくなったってことはおそらく他のゴミもなくなってるはずなのね、海から。ってことは海がきれいになったってことだから、これからもきれいな湘南を目指して堀さんは地域の皆さんと協力しビーチクリーンを続けます。